ただーただーただーでもありなんですね、うん、そしてこの試合に関してはチェーンマッチなんでなるほど、はい、お互いの手首をチェーンでつなぐと。これまた岡田がちょっと手間取ってんじゃないですか。手間取ってますね。なかなか慣れない作業ですね。まあ、なかなかね、人の体にチェーンをつけるなんてことはね。またこれね、あの、そういう趣味があったら別ですけどね。まあそうですね。岡田レフリーがそういう趣味があったら別ですけど。はい。サバーチェーンも関係なくもう。はい。まあでもサバス選手といえばあの、ユニオンで、あの、チェーンマッチやってますからね。そうでしたっけ、うん、チェーン、首に巻いてると。へぇー。キョンシー時代ですか。違います。あの、最後の。ああ、はいはい、はい。クーマ選手とかってやってた。キングレギオン時代。キングレギオン時代。はい。今、キングレギオンの名前が出てこなかったです。ああ、なるほど。はい。すいません。あんまり記憶にね、ないです。ユニットはね。キングレギオン時代。おぉ、ギョン好きや。あの、今、非常にサボ選手うまかった。チェーンを、あの、久保選手が引っ張って、こっちに寄せようとした、その勢いを使って好きや。なるほど。これやっぱね、チェーン使い慣れてる差が出ちゃいましたね、今、サボ選手。そんな学習能力あるんですか彼に。本人はだから、一日の長があると。なるほど、はい。チェーンはキングレギオン時代に使ってないんで、あえて有利なルールですけど、そのルールで久保さんを超えますと、はい、言ってました。ただ私は佐賀との弱点を知り尽くしてます。まあ、付き合いは長いですからね。佐賀とはね、小学校の時に、ね、はい、話をすると表情が曇るんです。てか引きつるんです。試合中、どうやって小学校時代の話をするんですか言ってやりますよ。それは20日は見れるかもしれないですね。これはチケットを買って見に来るしかないですね。そうですね。はい。まあ、場外に出ました。まあ、まあね、ラフ格好ではやっぱり探す選手がちょっと有利かなって気はするんですけどね。心が見にくいですからね。ほう。久保選手の方が真面目で。まあ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 。清らかな。久保選手は真面目ですね。白色ですし。白色ですね。例えば5時脱字の嵐ですからね。それとハードかもしれない。関東店でないところとか。あるところこうバラバラだし、あのヒルシデソレイユの頃をよく、これはもう本当ね読みづらい、あのよくツイートそうですね、ツイートを添削してましたね、はい、あの時代は本当ですよ、はい、さあそんなね、今やそんなあの当時福田博士を捨てて、独り立ちをして、今や塚本選手の正タッグパートナー、本当に ね忘れもしません、サラトが私を捨てた、いやむしろ私が捨てたようなもんなんですよ。いやいや捨てられました、完全に。完全に。いただきのね、はい、大阪大会でしたね。はい、そうです。はい。そうでした、そうです。控え室準備してたら、はい。いつの間にか佐賀とが塚本選手だった。そうですよ。はい。何も私の顔もなく。私、あなたが、ちょっと寂しそうな目をしてたのを今でもよく覚えてます、ね。プロレスのユニットってそんなもんでいいんですか？そんなもんで。そんなもんで。何の挨拶も伝わっていくもんなんですか？佐賀選手も上に登っていこうとしたらね、福田博士よりも塚本拓海を選んだって。お気をつけください、こんな狭い世界でね。よくあるじゃないですか。ね、インディー団体でも、はい、対談して、フリーになって、はい、ね、若手の選手が辞めて、次の新天地へみたいな。はいはいはい。結構世界が狭かったりして、気まずかったりするじゃないですか。そうですね、はい。そういうのはやっぱ理解してない。同じ団体ですからね、上にもやってね。必ず顔を合わせなきゃいけない。そうですね。はい、気まずい雰囲気になったりする。気まずいですね。あんまりやっぱりユニットとか、まあ、塚本選手のところに行ってはそうやっぱり接する機会もないですからね。そうですよ、はい、その辺をちょっと、はい、やつには分からせてやろうな。やっぱこれは20日ますます楽しみですね。どんだけ気まずいかっていう、はい、まあ、ミスターのいい感じの外人選手を探しましょう。まあもう一人がね、石田晋也選手ですからね。外人の人、はい、在住外人の人ですね。そうですね、日本在住、はい、日本在住外国人レスラー、外国人風レスラー、風レスラー、はい、リッキー・フジを始祖とした。なるほど、はい。リッキー・フジメンズ帝王あたりを、はい。はい。脈々と受け継がれる。受け継がれる。はい。超不思議。なあ、いますね。結構いますね。はい、関根雄一と組めばいい。アゲチンチンですか？スティーブ・アゲチンチン。関根先生かな。さあ、そして公式権です。公式権されてます。これはね、はい、いいですよ。久保選手って普段、こう、落ち着いてるじゃないですか、普段から。はい、怒ると怖そうですよね、久保選手はね。ビビるしますよ。そうなんですか、はい。やっぱ怒らせたくないタイプですよね。キャリアもありますし、ね。はいはいはい。
非常にこの首を絞めてるのはなかなかチェーンで人の首絞めるのでね、うん、あれですけど躊躇なくいってますからね。嫌いなんでしょうか。そして DDT もうチェーンが口の周りに絡みついてますよ。うわ、二度と使えないですね。二度と物が食べられないですね。何使うんですかね。サガトもだいぶ顔やばいですよ。やばいですね。サガトが上島竜兵っぽく見えてきます。ああ、ちょっと似てますね。似てます。ダチョウで言ったら完全に竜ちゃんの声じゃん。はい。お、でも女性ファンから声が飛びますよ。生意気ですね。やっぱりこういうタイプが可愛いと思うタイプいない。それはね、でも、はい、本当に間違った意見で、はい、やっぱり近くで見たらどうかっていうのがあるんですけど、このやっぱり我々は、ね、はい、動物園の動物みたいなところがありますけど、はい、この檻の中で見る分にはね、はいはい、いいんですけど、触れ合い動物コーナーみたいなのがあるじゃないですか。なるほど、なるほど。例えば、ね、サファリパークに、はい、カンガルーと触れ合えるコーナーとかあるんですけど、はいはい、怖いですよ。ああ、そうですね。あんだけ近くで見たら。ぴょんぴょん飛んで、愛らしい感じはしますけど。何考えてるか分かんないですね。はい、近くで見たらでかいですしね。はい。坂本選手も近くで見ると、でかいはでかいですからね。体つきは。そうですね、はい。あと何考えてるかも分かんないです。そうですね。危害加えられる可能性もあります。そうですね。坂本かわいいよってコメントありますよ。かわいいっていう言葉がね、やっぱりちょっと最近は氾濫しすぎてます、ね。なるほど。愛に使いすぎだと。はい。そうですよ。怒った久保選手がもう鉄パイプを、ああやって、背中で固定して、チェーンで巻きつけて動けなくするってね、もう SM プレイですよ。完全に、性癖がもう露呈されてますね。完全にこれは、経験がある感じ、ね。経験あるでしょうね。はい。でも、久保さんはそうでしょ。え？どっちかって言ったら。そうでしょう。どっちかって言ったら。そうであってほしいと思います。ああ、なるほど、なるほど。そういう、なんか僕らの知らない一面を見つけててほしいってね。私みたいなね、はい、攻められてるようで。そうですね、はい、実は裏が中身はカスカスのトランザムヒロシと比べればね。いや私はもう、はい、ド M ですから、はい、なるほど。やっぱね、久保選手ぐらいやっぱバサロも S がね、 S っ気のある選手がいないと。大将は昨日自ら自分の腕をおろし器で思ってましたから、もう S なんだか M なんだか分かんないような状況でしたから。それはやっぱりなんかあれですか、食べる、それをなんかつけたらビッグして違いますね、完全に血まみれになってますから一生分かり合えないですね。分かり合えないですか。あ、入会してくれる方がいましたよ。ありがとうございます。入会ありがとうございます。これがバサラです。はい、これだと思ってもらってもつまりますか。はい、坂本入会です。はい。さあ、このウォーターサーバーのケース、これね、見た目的には軽そう。うわー、怖い、絶対痛いですよ。あと何も考えてないの。絶対硬いですからね。硬いですよ、はい。簡単に割れるね、プラスチックケースだとまだいいんですけど、まあ割れないですからね。痛い痛い、首のところに。やっぱ誰しも水を入れる経験ってありますからね。ほう、これは。これ、スーパーのやつじゃないんですか。どうなんですかね、あれですよ。ボコンって上に刺すやつや。はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。はい、で、あれか、浄水して、そうです、そうです。水飲むやつです。はい。綺麗な水が出るやつ。なんでそんなもの持ってるんですかね。どっかにあったんでしょ。まさか、あいつ、え、働いてる何を言ってんすか。プロレスラーでしょ。とかで。いや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 。クリーンとか。いや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 。清掃業者じゃない。で、フォーステージのクラシックのブルブッキングヘッドロックにしました。肘で相手の後頭部を押し付けるんですよ。はいはい、憧れがあるんですよ。憧れが、はい、いや、何気にこっちのね、こうやって技も増えてきましたし、さあ、フォアグラインドを狙ったところを蹴りで勝ってました。その他の前世紀はやっぱね、アマチュア時代でした、ね、これからです、これからです。この頃が一番良かった。いやいや、今伸び盛りです。サイドバスター。そうですか。パワー強烈ですよ。やっぱね、この繋がれた状態で佐野選手距離を取ってね、得意のゴアグラインド出せにくいところですけど、こうやって関節技とかもできるんですね。韓国固めですよ。ほう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 。ああ、韓国固めなんてやるんですね。自分が入っちまう。さあ、抜けられるか、久保選手。わあ、
下からも張り手に対するヘッドバット。コメント欄ではウォーターサーバーが欲しいという意見が圧倒的に多いです。ウォーターサーバー欲しいですね。あ、インフォマーシャルマッチみたいになってますね。ウォーターサーバーのそれはそれで、それはそれでね、スポンサーかなんかついてくれるのでヒロシはサガトのこと好きだよねって書かれてますよ。ほら本当大好きですね。どっちなんだ興味がないです、ね、あの月さ待って肉さ100倍みたいなことですね。10分経過。うわぁ、何せね、久保選手、キャリアでは澤田選手で全然上なんですけど、はい、2度負けてますから、ここまで、はい、いただきとその次のタッグマッチで負けてますから、はいはい、ここでもう負けるわけにはいかないですから、そうですね、まあ、多少油断してたとか、まあまあそうですね、多少、まあ、特にいただきの時なんかは、ここは澤田は安牌だろうっていう思いがどっかにあったとは思いますからね。バックフリップ、ここからと言いますか、先頭いい攻撃じゃないですか。そうですね、まあ、ここから一気にいけないのがね、いやいや、ここから行くんじゃないですか。やばいところじゃないですか。やばい、行くと思いますよ。自ら飛ぶ必要にコーナーを叩いた。何をやるんですか。何をやるんですかね。登っていきますよ。2段目まで行くか。2段目まで行った。ああ、しかし立ち上がる。そして、おっと、チェリーを引っ張ってのデッドリードライブ。そこからヨーロピアンクラッチみたいな体勢で指固め。これはうまい。しかしカウント2。チェーンであるっていうことは、ね、久保さんの方が脇前です、ね。そうですね。今のは非常に返しにくかったですね。そしてチェーンラリアット。そしてバックブロー、そしてゴロースベックス、サガトの巨体を見事に持ち上げました。これは強烈、やっぱ畳みかけは久保選手上手いですね。このね、サガトも死にたいですねいや、まだまだ動いてます。目が死んでました、ね、まだ動いてます。さあ、同時のスリーパー、これは強烈ですね。しかしね、やっぱボディシーランスが回りにくいです。あ、しかし、うん、バックマウントから、これうまいですね。おっと、そしてチェーンを首に巻きつけた、うん、うわー、これは強烈、これは完全に入ってますね。これはですね、騎馬隊よりも馬に乗ってる感じになっちゃうんです ね、はい、これは脱出する術ないでしょう。これは落ちちゃいますね、動いて、これは強烈。これは今ギブアップを意識表示してました。これは強烈でしたね。はい。自分でも何が起きたか分かってないぐらいの。多分分かってない感じですね。意識が、ね、いわゆる意識が抜け、飛んじゃった感じですね、はい、多分。うわ、恐ろしいな。あと和田恭平さんも出てきて、これは非常事態ですね、ある意味。恐ろしいな。これ完全にもう失神ですね。失神ですね、これは。いやいや、これは強烈でしたね。凄惨な試合でした。これ見てもらえばわかるんですけど。はい。次の横浜大会も、凄惨な試合になると思います。これを見た上で、あえて。これを見た上で。あえて。サガトの身に悲しいことがね、二度降り注ぎます。うわぁ、これはじゃあある意味、20日の大会に向けて、8分材料というか。はい。